皆さんおはようございます。ペン自慢祭の苦手さよならペン字の運動館のやっていきたいと思います。今日は6年生常用漢字の骨骨ですね、説明をしていきます。まずサイズ感ですが、この四角を2つ重ねたような、ここの部分が1/3で、こっから和冠のような部分から下の月の部分が2/3という感じですね。それでは一画目からいきます。一度押さえてまっすぐですね。でふっくら右上がりでまっすぐ、ちょっと、内側に、斜めにちぼまってるかなという感じがしますが、ほとんどまっすぐですね。あまり斜めにちぼめないようにしてくださいね。両方ともほぼまっすぐで、この中にもう一つ四角を入れていきますが、ここをある程度大きくですね、ここがだいたい中心になりますね。次の一度押さえてまっすぐ、ここが中心ですね。でここもふっくら右上がり、上と同様ですね。ふっくら右上がり、続いて今の上の1/3の四角より少しワイドに幅広く書きますが、ここある程度の長さ書いてくださいね。スーッとちょんでやめないでくださいね。スーッと書いて、こちらもふっくら右上がりで、次に向かってキュッと角度をつけて払ってください。で続いて月ですね。これも中心に書いてもらえばいいと思います。ここもあんまり隙間を空けすぎないようにしてもらって、月ですね、一度押さえて少し斜めの方に行ってくださいね。でこちらの右より少し短めにしてください。こちらの方が長くなるように、一度押さえて少し斜め短めに終わって、ふっくら右上がりでまっすぐ、ちょっと足を長くして次に向かって跳ねる。でここもふっくら右上がりで2本幅を揃えて書いてくださいね。はい、それでは書いてみます。一度押さえてまっすぐ、ふっくら右上がりまっすぐで、ここ中心ですね。一度押さえてまっすぐで、ふっくら右上がり、ここある程度の長さスーッと書いてもらって、でふっくら右上がりでキュッと、ちょっと離れちゃいましたがくっついた方がいいと思います。でここ突き、あまり離れないように一度押さえて少し斜め、ふっくら右上がりまっすぐ、次に向かって跳ねる。ここの高さ違い分かりますかね。で幅を揃えてですね、でここ少し隙間を空けると大人っぽくなります。もう一度いきます。一度押さえてまっすぐ、ふっくら右上がりまっすぐ、ここ中心一度押さえてまっすぐ、ふっくら右上がりまっすぐ、ふっくら右上がりキュッと、でここあまり離れないように一度押さえて少し左の方に斜めで、ふっくら右上がりまっすぐ、次に向かって跳ねる。でここ幅を揃えて少し隙間を空けるという感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。